はい、皆さんこんにちは。今日はですね、アニメ、私の好きなアニメを、ご紹介させていただきます。まずですね、第1位、宇宙兄弟。もしこの宇宙兄弟を見られていない人がいたら、もう絶対見た方がいいですね。これを見ないともう人生ほんと損してますね。まあ何がいいかというと、まず元気をもらえるんですよね。多分見たことない人は宇宙兄弟って宇宙の話って思われてるとは思うんですけど、もう宇宙の話ではあるんですけど、なんかなんていうんですかね、ちょっとドジな主人公ムッタが、宇宙飛行士になることを描いていくんですけど、まあ、その中で結構もう名言集みたいなもんですよね。結構いいことめちゃめちゃ言うんですよね。で、ちょっとユーモアもあるし、おちゃらけもあるし、結構ストーリーもユーモアがあって面白いんですよね。で、他にはないなんかいろんな展開があって、ストーリーも楽しいし、もう本当に勇気が出てくるし、で、ビジネス本でも使われているように、マネージャーとか店長とか、してる人、人間関係をにも、つながるようないい言葉をもらえる。私も店長、エリアマネージャーとかしてたんですけど、これ結構感銘を受けたというか、もう変なビジネス本よりも全然いい本ですよね。だから店長とか中間管理職とか、もうもしくは経営者とか、そういう上の立場にいる人は絶対読んだ方がいいと思いますね。まあそのいろんな立場の人でもいいんですけど、下の人でも、その普通の店員さんでも、とにかく、まあ、人間関係のポイントを教えてくれてるような。私もそんなに上手い方ではないんですけど、もうムッタのような人間になれたら本当に人はついていくんだろうなと。だから私の尊敬してる人は誰ですかと言われたら、もうスティーブ・ジョブズとかそんなもんじゃないです。ナンバームッタです。この人は本当に尊敬できますね。尊敬できるというか、メンターですね。何がいいかというと、やっぱユーモアって大切だなって思わされましたね。今まで店長とはやってたんですけど、まあ、真面目であればいいと思ってたんですけど、その宇宙兄弟を見始めてから、そのユーモアとかも、あ、結構大切なのかなってちょっと思わされましたね。楽しく、だけど、なんか思いやりがある。そんなナンバムッタの魅力に触れることができる、この漫画。もう本当に、おすすめですね。私あまり好きすぎて、これ、メルカリで買いましたからね、バッジを。それくらい好きなんですよね。見てない人はもう損しますよ、絶対。これは見た方がいいですね。で、ちょっとこれ、すいません、携帯見な。2位、進撃の巨人。これは誰もが知ってるとは思うんですけど、私自身も最初、2、3話読んで、途中から、まあ飽きてしまったというか、あんまり面白くないなって、途中でやめてたんですけど、それが何年前か忘れたんですけど、で、最近見始めたんですよ、また。Hulu に契約してるんで。そしたらあれ、ものすごく面白いですね。最後ら辺になってくると、だんだん面白くなってくるんですよね。まあ、何が面白いかというと、だんだん見ていったらわかると思うんですけど、なんか現実社会を、ちょっと、遠回しに伝えてるというか、まあ、戦争の、哀れさとか、なんて言うんですかね、そういった人を恨んだり したり、戦争につながってる、なんかそういうメッセージが含まれてるんですよね。だから現実社会にもなんか当てはまるなって思うところがあって、そういう楽しさはありますね。あとはやっぱりストーリーがめちゃめちゃ面白いんで、普通の漫画だと最初見始めても飽きて終わりなんですけど、進撃の巨人の場合は見ていったらだんだん難しいんですよね、結構。なんか、まあ見たらわかると思うんですけど、
エレン、主人公エレンが住んでいる島があって、そこの巨人が周りにいるんで、その小さな場所から出れないんですけど、そこから出た後、実は世界が広がっていたと。でも実はエレンが住んでる島も相手の国から狙われたり、まあそういったら戦争を思わせるような、その昔の戦争、第二次世界大戦とか前のそういった世界模様、そういう感じに私は見えるんですけど、そういっただんだんこう上に面白くなっていくんですよね。最初の逆に面白くないのかもしれないです。だんだん面白くなってハマっていくような、そういう漫画って意外と少ないと思うんで、これは最後まで見ていった方がいいです。途中でやめてる人も多いと思うんですよね。私も途中でやめたんで。ただ最後に見始めるとだんだん面白くなっていくんで、最後まで見た方がいいですね。で、今フールがもうあと最後の何話かで終わりぐらいのレベルとまで来てるんで、ちょっと楽しみでしょうがないんですけどね。はい。で、第3位、モンスター。これまあ知ってる人は知ってると思うんですけど、浦沢直樹さんですね。21世紀少年、名前何やったかな、結構売れた漫画があるんですけど、それを描いた、結構絵がうまいというか、ちょっと特徴がある絵なんですけど、これもサスペンス、なんかこれもちょっと戦争というか、何でしたっけ、ヒトラー時代のもうちょっとそういった戦争とか人間模様を描かれているサスペンス、まあ、人間の中にはなんかモンスターが住んでいて、なんかそういったなんかサスペンス引き込まれるというか、これは間違いなくもう世界観、もうその中に自分が入っているかのような、なんだろう、ストーリー、もうストーリーがやばいですね。だから浦沢直樹さんって結構ストーリーがやばいんですよね。絵がうまいとかじゃなくて、もうなんか引き込まれるんですよね。もう最後まで夜中もう起きてしまって全部見てしまうような、そういう面白さがあるというか、ああいうのってやっぱりもう才能なんですかね。あのハンターハンターとかの富樫さんと同じ、なんかもう才能レベルが違いますからね。ストーリーが面白すぎる、それ以外何も出てこないですね。はい。で第4位、スラムダンク。これは私たち世代、30歳世代の人には分かると思うんですけど、これその当時自分多分小学生ぐらいだったと思うんですけど、その頃もうわ楽しかったなっていうのはあるんですけど、大人になって今フールで見返したんですよね。大人になったらさらにその良さが分かりますね。何がいいかっていうと、まあスラムダンクも言わなくてもみんな分かってると思うんですけど、まあ諦めない大切さ、あと一生懸命やる大切さ、これ子供の頃とまた違う視点で見れるんですよね。諦めないってめちゃくちゃかっこいいなって。結構スラムダンクというと、あの三井久志がバスケがやりたいですと、安西先生入信とか、あと丸川のかっこいい場面とか、そういうシーンを思い浮かべる人いると思うんですけど、私がちょっと涙したシーンは、まあ、桜木があのコートからはみ出て、ボールがコートから出ていくんですよ。でもそういう時みんな諦めるんですけど、あの桜木って最後まで諦めずにこう倒れながらでもバーンってボールを取るんですよ、中に入れて。なんかそのシーンがなんかちょっと泣けるんですよね。なんでかというと、やっぱ諦めない大切さ、うん、そのなんかな、表面的なかっこよさよりも、そういったなんていうのかな、諦めないかっこよさ、泥臭い、そういうところに私は惹かれるんでね。だからこれ面白くないっていう人もいるとは思うんですけど、その内面的なかっこよさを求める人っていうのは絶対楽しいと思うんで、もし見てない人、まあ、30代の人は多分絶対みんな見てると思うんで、まあ、20代の人とかそういった人は絶対見た方がいいですよね。特にそうですね、うまくいってない時とか、あとやっぱり桜木のポジティブ天才ですからと、これ名言があるんですけど、これって子供の頃はバカじゃねえって思ってたんですよね。天才ですから、あ、ただ能天気だなと。ただ大人になって見返すと、あ、なんかすごいいいなって、天才ですからと、
なんかこう結構深いんですよね、大人になって見てみると。なんだろうな、たった一言なんですけど、それって結構大切だと思うんですよね。うまくいかない時とか絶対出てくるんで、そういった意味でもなぜスラムダンクを選んだかというと、大人になってもう一回見てほしいというところですね。子供の頃はみんな見てると思うんですけど、まあ、30代の人も大人になって絶対見てほしいというところですね。というところで